こんにちは、世界不動産です。本日は新型コロナウイルスについて亜鉛の投与試験が始まったという速報についてお知らせさせていただきます。新型コロナウイルスの発表などを聞いていて、味覚障害があるというふうによく報道されています。味覚障害は一般的には亜鉛が欠乏していると起きるというふうにも言われておりますので、その関連性も非常に興味深いと思います。こちらは世界初の試みとして、オーストラリアのメルボルン大学とオースティン病院の共同研究として発表されました。新型コロナウイルスに対する点滴静脈注射というふうな投与の方法だそうです。メルボルン大学のパテル博士によりますと、 SARS や風邪などについて体内でウイルスが複製される速度を遅くするのに亜鉛が効果的であるというふうなお話です。発表の原文によりますと、亜鉛はコロナウイルス、アルテリウイルス、HIV、ライノウイルス、ワクシニアウイルス、ポリオウイルス、E 型肝炎ウイルスに効果を示し、複製を阻害したようです。臨床現場では、亜鉛不足は高齢者において一般的であり、世界における亜鉛欠乏症は 20% 程度と推定されています。亜鉛の目標摂取量は、1日あたり15から30ミリグラムとなっております。亜鉛が含まれている代表的な食品はこちらの通りなんですけれども、私もこちらに記載の食品大好きで、もう牛肉とかチョコレートとかいっぱい食べたいんですけれども、今はファスティングということでちょっとこう我慢しているところですから、皆さん私の代わりに食べてくださいということで、私個人的には少し寂しい思いになりましたが、亜鉛は、自然食品でございますので、ぜひ皆様も召し上がってみてください。また3月に消費者庁がコロナウイルスに効き目があるというふうな、さまざまなサプリメントなどを販売する業者さんがいらっしゃるということですので、ちょっと気をつけていただければと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございます。皆さんで負けずに頑張りましょう。失礼します。